はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日も大阪市内からカンちゃんです。それではみなさんね、裏チャンネル、久々の動画に <laughs>、ようこそ大丈夫。コロナじゃない。<laughs> ただ、詰まってただけなんですよ、えー。今日はずっと一日家で、ね、一人いるので、あまり喋ってないから。えー、っとですね。 はい、えー、今日は極めて単純な、えー、動画なんですけれどもえー、今日はね、えー、スーパー行って買ってきたものをちょっとだけ紹介したいんで,ですごくねもうテンションがめちゃくちゃ上がる、えー、期間限定の発泡酒を見つけたんで皆さんじゃーん春限定桜の宴。 えー、このア日ヒビールが出してる発泡酒なんですけれどもまずね僕が筋金、えー、入りの札幌派でア日ヒビール普段はその買う一番買わないなえー、好みで言うと札幌えー、とあとモルツキリンが並んで一番最下位はア日ヒビール <laughs> 僕の中でね僕喉越しガーッと言う,というタイプではないから どうしてもね、あのー、スーパードライはそんなにね、普段飲まないし、まあまあビール基本的に高いんだな、発泡酒しか飲まないんですけど、えー、しかしはですね、これを見て、本当にテンション上がりました。皆さん見てください。ちょうど今日この動画撮ってる日は、えー、今日はね、えー、2月、えー、2日、えー、節分なんですけれども、珍しく、えー、節分なのに、桜の宴なんですよ。 まだ梅もまだ見てないのに桜の宴げ。気が早いんですね、梅かなと一瞬思ったけど、桜でした。僕、実は梅を見るのが大好きなんでね、えー、梅にも、えー、今、梅ちゃんと言ったらねバイデン大統領のことになっちゃうんですけれども、えー、違う意味で梅ちゃんを大事にしてほしいと思うんですよねそれとと。飛び越えていきなり桜は、まあ僕も桜大好きなんだけどね、ちょっと梅がかわいそうなんだな。 えーまあ、こういう時期はまたね、大阪、えー、大阪城公園に行ってね、あのバイリーの見て、つたない動画でも撮って、まだアップしてみたいと思うんですけれども、話を戻しますと、これはいいんですよね、もう発泡酒だって、まあ、発泡酒ですからね、味は。だけど、缶に凝ってますね、これはすごいわ、これもう、なんか取っておきたくなりますよね、これ、パッと出すと。 もう見てくださいよ、この富士山、ベータなんだな、いかにもジャパンっていう感じなんですけれどもね、日本のハルっていう感じなんですけど、この富士山に桜に、いやー、これね、このベータなあれがいいんだよね。これもし、今インバウンドだったら、これ観光客に爆売れだったと思いますね。これそのまんま記念として持って帰る人もいただろうな。いいっすね、これ。 でしかもこのアサヒクリアアサヒがねもうゴールドで書かれてるんでねまだもうセンスがいいんでねベータなんだけどすごく綺麗な缶だと思いますちなみにクリアアサヒね昔ねコロナ来る前に、えー、近所でねまあそういうほど近所でもないけれどもえー、まあ北大阪では友達とたまに、まあ、できる場所がありますので えー、服部緑地とか、えー、どこやったっけね、えー、それこそね、の万博記念公園とか、えー、淀川河川敷公園とか、えー、あそこでもやったっけ、一回。えー、っと、忘れた。<laughs> も,うもう一か所あったと思うので、今忘れてしまったけど、あちこちでね、たまに今、一年に一回ね、 それぞれの、まあ、みんなの都合に合わせて今年はこっちにしましょうという場所で、えー、バーベキューや,やってる習慣があったんですけど1年に12回ねでその時はその頼んでる業者さんはいつもクリアザーヒだったんでねサーバーはだからそのクリアザーヒ飲むのはそういう時ぐらいなんですけど今回はねあまりにもテンション上がりすぎてこれ買ってしまった、えー、皆さんねこう記念日って記念日でもないけれどもこの綺麗なカーの 手にに取りたたいんだったら、まあこれ本当におすすめです。めで味は普通のクリアーザヒアと思います。味のことし話してるわけじゃない。ただビジュアルの話してるのみです。それと、えー、これね、ワインが去年はね、アマゾンの特売の時にね、12本も買ったけど全部飲み干しちゃってるんで、あと1本半ということで、まあ近くの、えー、もうライフで久しぶりにこれ買ってきました。フロンテーラー。 これチリワインなんでね。まあ、基本的に僕チリワインしか買わないんで。<laughs> 貧乏なんで。えー、このフロンテーラね。このカ,まあ、カベルネ・サヴィニョンがまあ基本的には外れはないんでね。僕まずいカベルネ・サヴィニョンあんまり飲んだことないんで。えー、まあ迷ったらカベルネ。ルネ <laughs> このラベルが結構いいんだよね。安いワインの割には結構、なんゴージャスカーの醸し出す。 味が普通の安いカフェラね、サビも。えー、それと、これね、チョコ入りチョコ、え、チョコ入りチョコなわけないだろうすいませんね。アルコール入りチョコ大好きなんで、この冬限定の芳醇なコニャックの味わい、このバッカスも一応、えー、買ってみたんですけどもね、もう、知らなかったけど、パッと見て、仲良さそうなんで。 買ってみたんですけどこれもねうんこのちょっと酒を飲んで飲みながらこれを食べるといいんですよねもうベロンベロンになりますあとえー、っとですねおそらくこの動画公開してる前の日に、えー、僕のね内視鏡の結果でちょっと濃い途中茶を飲みすぎでちょっと体をまあ ちょっと壊してまではいかないけれども体えらいことになってたっていうことで壊しかけてたっていうことなので今頭中茶が飲めませんからもうおそらく飲むことはないだろうから濃い頭中茶ね普通の頭中茶とはまだそこが違うと思いますがでも飲むものがないんで僕すごく水,水分めちゃくちゃ取るタイプなんでじゃあこの代わりに買ってきた麦茶 54パック入りでなんと、えー、値段は200円200円弱僕いつも飲んでた途中茶が濃い途中茶がパックが30個でで値段が1500円1600円ぐらいだったんですよまあコスパがめちゃくちゃいいんだよねこれ ちなみにあの漢方薬系のものなるべく取らないでくださいって一緒に言われたときに、いやー、すみません、僕家にはこれ、まだ業者残ってるけど、これどうですかえー、一応、歯のお茶。これね、なんかね、目にいいっていう話がね、どっか適当に YouTube で見たんで。<laughs> アホやから、まあ、僕、今ね、どれぐらいちょっとね、急激な老眼に悩んでるかといったら、もう今日ね、コンビニ行ったら、 ちょっと虫眼鏡を買おうと思ったんだけど一番でかいやつ買ってきたんですもう老眼鏡をするのがすごい抵抗があるんでこれでしのいでおります。あちょっとこれねもうなんか名探偵になったような気分なんだよねであこれこの 一応、えー、のお茶はこれ見てもらって後ろの成分だといやこれはこれなら別に問題ないって言ってもらえたちょっと安心で最後もう用意しておけばよかったけど忘れたんですけどここにあったと思いますがあれそうそうそう今日は節分なんでね今日ねなんとうちのようも用意したのは紅白 豆なんですこれ初めて見るんだね普通の豆とえらい違うんだけど、まあ、こっちの方がねカロリー高そうなんだけどでもこれもテンション上がりますで僕とうちのかみさんがさすがに年の分だけ食ってしまうとえらいカロリーは体の中にぶち込んでしまうことになるんですけどでもそれは <laughs> それはちょっと楽しみですねはい 何の取りためのない本当適当な動画になってしまったんですけれどもすいませんお許 <laughs> しく,ください、えー、まだ次の動画でお会いしましょうねでちなみに最近はね僕ずっと絶えずにちょっと時間がある時に電車乗っても家にいても、えー、大好きなこのトランスフォーマーアーズウォースをやっております唯一やってる えー、スマホの、えー、ゲームなんですけれどもまあなんかね知らん間にずっと気になったり仕方がないんだな本当にこのゲ,ゲーム業者の思惑通りなんですねまあ、まあ、無課金でやっておりますからお金はかかりませんはい、えー、それでは皆さん、えー、また次,次の裏チャンネルの適当な動画に付き合ってください、えー、では、えー、それでは皆さん 找错。